回の動画は陸中山田に泊まり三陸鉄道を乗り通しました。大船渡に着きました。
2年前に南三陸大船渡陸前高田を旅する機会があって、大船渡に一泊した夜に立ち寄ったバーでお店の方と常連さんと話した言葉が今でも思い出されます。報道や本を読んだだけではわからない生の声がとても胸に刺さりました。お店の奥様は買ったばっかりの軽自動車が全部津波で浸水してダメになっちゃってローンだけが残っちゃったんだよねと話していました。津波の大きさは体験した人しかわからないことだと思います。ですがこういう話は私も軽自動車に乗っているのでとても現実に感じられました。それから常連の男性の方の話で、自分の家は陸前高田の奇跡の一本松の横にあったんだけれど、家は流されちゃったけど自分と母親は助かったんだよという話です。とても衝撃的でした。皆さん明るく笑って話していますが、経験したことのない私は黙ってうなずくことしかできませんでした。一通り話してくれた後に奥さんが言った、もうねあんまり気にしてないのよという言葉が今でも忘れられません。奥さんは笑っていました。うまい言葉が見つかりませんが、どんなに辛い思いをしたのか私には想像することもできません。辛い、悲しいと言うだけでは前に進めない、辛い気持ちを一つ一つ乗り越えたり忘れたりして、でも忘れることができない、そういうのを繰り返して前に進もうとしている笑顔なのかなと感じました。奥さんの笑顔は優しく海のように深く強いものでした。
方方面埼玉スムリのお客様は改札を出ていただいて駅前手線でのバスを乗車してください。ただいま。